松山港に停泊している一隻の船。船の前方はぽっかりと口を開けたような形。そして側面にはクレーンがついています。この珍しい形の船、その仕事はといいますと、海のゴミとか油を回収しております。そう、この船は海の清掃を担う海洋環境整備船石槌です。1960年代瀬戸内海をはじめ、東京湾や伊勢湾など陸に囲まれた海域の汚染が問題になり、国が海の清掃を行うことになりました。そこで導入されたのが海洋環境整備船。現在全国で12隻の海洋環境整備船が日々海の環境を守っています。瀬戸内海で活動する石槌は今の船が2代目。2006年の就航以来、愛媛の海の清掃を行っています。海洋環境整備船の1日、この日は午前8時過ぎに松山港を出港、伊予灘でのパトロール開始です。石槌がクレーンを海面まで伸ばしました。流木を見つけたのです。クレーンで流木を掴んで引き上げます。この流木は長さがおよそ4メートル、直径は50センチ。放置しておくと航行する船の船体やスクリューにぶつかり、事故につながる恐れがあるということです。次に見つけたのはクレーンではつかみにくい流木。今度はあのぽっかりと開いた船の前の部分から回収しました。あたかもゴミを食べているよう。海上を漂うゴミのほとんどはクレーンかぽっかり口で回収しますが、流出した油などは放水銃から勢いよく水を出して散らすといった対応もあります。ところで石槌が回収するゴミの量、去年過去最多となりました。その理由が、昨年の7月の豪雨の時は、1ヶ月間で約1300リューベのゴミというを回収しました。1年分のですね、1.57 倍を1ヶ月間で回収したということになっています。去年7月の西日本豪雨の際、膨大な災害ゴミが海へ流出しました。ゴミに覆われた海、根こそぎ流れ出た木のほか、廃タイヤやガスボンベも混ざっていました。石槌によるゴミの回収はほぼ1ヶ月間続きました。石槌は海の環境を守るために日々頑張っていますので、ぜひ皆さんも川や海にゴミを出さないようにご協力をよろしくお願いいたします。海と日本。